やばいよね。何食べたか？なんか、担々麺。なんか、なんか、なんていうんかね。普通の担々麺じゃなくて、なんか、いや、なんて言ったらいいんかいね。卵、ん？なんか、よくわからんわ。何食べたんやろ。なんか、担々麺の、みたいな担々麺。担々麺の担々麺みたいな。あ、ニュータンタン麺？あ、それ。なんか、担々麺っていう担々麺みたいな。担々麺の担々麺？あれ、担々麺っていうお店なのかな？よくわからんなんですけど。なんか、卵が入ってて、辛さが選べて、そう。ソウルフード？川崎？そうかも。なんか、昔、PR 舞台で、なんか差し入れでもらったことがあるんだけど、PR 舞台のツアーで。そう、お店に行って、食べました。ニュータンタン麺っていうんかいね。昔、あれいつだった？秋ぐらいかな。ニュータンタン麺ってお店知ってる？なんかね、辛さが選べるので、一番辛いやつ頼んだんだけど、唇が腫れました。そう、なんか温かいご飯が食べたくって、どっかで食べて帰ろうと思って、帰りに寄ったんですよ。その、ニュータンタン麺ってのを見つけて。で、そう、食べて帰りました。千穂ちゃんは、千穂ちゃんとホテルが違うけんね、私、一人でね、食べたんよ。一人ご飯。カウンターで。真珠ありがとう。一人なんですよ。そう、あれありがとう、ペンギン。なんかね、稽古するところもなんか自力で行かないといけなくって、本当になんかマネージャーさんとかはいないから、だからみんな自力で集合するの。だからすごいね、怖くてね。そう、帰りはなんかご褒美にいいと思ってご飯食べて帰りました。ありがとう。いいねもありがとう。マネージャーさんはね、なんか私はあんまりあれなんですけど、舞台の稽古とかはまあね、
うん、いつもいないらしいよ。私は今回それ初めてだったけど。なんとか死んじゃいかった。うんうん。そうだからなんか美味しいもんないかなって思いながら帰ってる。お店探しながら帰ってる。東京？いや全然だよ。そんな本当に詳しくなるとかは一個もないけど、なんか普段行かんお店に行ってみたくて、そう。いやタクシーも乗るんだけどさ、え聞いてほしい。なんかタクシー乗って、そしたらなんかめっちゃね、そのタクシーですごいね話しかけられてね、でなんか広島の話とかめっちゃして、そうで、なんか、広島焼きは、みたいな言われて、広島焼きじゃねえよーって、心の中で思いながら、会話しました。広島焼きって、広島の人に言ったら怒るんですよ。私、広島の人じゃないんですけど、広島焼きって言っちゃダメなんですよ。そう、お好み焼き。で、なんか、広島焼きは、なんか、全部に牡蠣が乗ってるんですかって言われて、そんなことありませんみたいな。じゃあ何が違うんですかみたいな言われて、あれはですね、麺とか、キャベツ、あ、キャベツじゃないや、あ、キャベツか。あ、キャベツとか、なんかいろいろ入ってるんですよって、すごい説明がめっちゃ下手で、へーみたいな。それで会話が終わった。自分の会話が下手すぎて、広島焼きって言われたら怒るんや私。いや怒らんけど、昔言ったことがあるんですよ。まだ広島来て本当に最初の1年目ぐらいの時に、なんかわかんないけど、なんかで広島焼きって言ったんですよ。なんだったかな、わかんないけど、配信かな、わかんない。もうなんかなんで怒られるかも知らなくって、そう、それで、ああ言っちゃいけんのやって思った。広島風ダメなの？え、いいんじゃない、広島風だって関西風とか言うよね。え、ダメなのかな、わかんない。愛媛焼きとは愛媛関西風です。そうなんですよ。なのであんまり広島のお好み焼きは食べたことがなかった。はい、みずかさん、ありがとう。
でもね、本当にね、盛り上がらない、盛り上がらないような返答してしまって。めっちゃ、なんか、キャベツとかなんか、うん、まあいろいろ入ってるんですけどね、みたいな。本当に説明が下手すぎて、何も盛り上がんなくて申し訳なかったです。へーって感じで。でもなんか初めてお客さんって乗った瞬間にお客さんもしかしてお客さんは芸能人ですねって言われて、なんか初めてその初手でそれを言われてめっちゃびっくりして、えみたいな。で、いやそんなことはまあないですけどみたいな言って、でなんかどっから来たんですかって言われて、広島ですって言ったらお好み焼きの話になって、オーラ、いやいや出てない、その今日ずっとこんなんだからずっとこんなんだよ。ありがとう。会話ばらもありがとう。いやそうなんですよ、なんかねそんな会話はしました。広島トークめっちゃした。でもね、なんか帽子をなんかさ、ギリギリまで寝てたくってさ、もう結構このアイロンもかけてなくって髪の毛もちょっともうこれでいいかって感じで、メイクももういいやって思って、帽子ももう目深にかけてたから、このなんか深くかけかぶってたからか。いやそうだよね、結構そう、あのね聞きましたよ、あのね今日はいろいろと結構いろいろね聞いたんですけど、なんかそうパフォーマンスブロック何分ですかっていうのを質問をこの間もらってて、で正確に何分か分かんなかったのでちょっと今日聞いたんですけど、60分ぐらいって言ってましたね、まあ、約1時間ぐらいあるとのことで、パフォーマンス、その演技ブロックとパフォーマンスブロックがあるんですけど、パフォーマンスが1時間ぐらいあるっていうのは本当にそうなんかな、でも時間計りながらやったことがないから分かんないんですけど、1時間、約1時間ぐらいはあるよって言ってましたね。でうちわとかペンライトとかはパフォーマンスブロックに関しては OK って感じでした。舞台はダメなんですけど、その演技の時はそのそうそう、ペンライト、うちわ、そして声出しも OK な感じで、結構パフォーマンスブロックはまあ本当にライブみたいな、ライブじゃないんですけど、ライブっていうかな、うん、まあなんかそういう感じらしいです。声出しも OK らしい。もうね難しいよね、声出しってどんな感じかちょっとよくわかんないけど、ってのは OK ですよってのは聞きました。ね、むずいよね。でもそうで、演技も約1時間ぐらいあるので、その先に演技があってパフォーマンスのブロックがあるみたいで、演技パフォーマンスで、演技は演技、パフォーマンスはパフォーマンスって形である感じで、その合間にまあなんか何ですか、撮影、このカメコ、今回カメラのカメコの皆さんが撮っていただけるようになったんですけど、その多分間のところ時間で
なんか移動だったりとか転換があったりするみたいで、そう二部構成な感じらしいので、はい、なので、まあ、休憩かつなんかこう移動みたいな、亀子さんの、そうそうそうって感じ。全体で2時間ぐらい、うん、2時間はあると思う。そうね。10分で移動してくださいみたいに、そうそう、その通りです、その通り。10分間ぐらいの転換みたいなのがあります。セットとかまあいろいろとね。そう、でも1時間パフォーマンス全部撮影可能、すごいですよね。結構すごくないですか。あ、それとなんか今日教えてもらったんですけど、そのパフォーマンスのブロックっていうか、そこのパフォーマンスの部は、あの照明があまり暗くならないタイプなんで、めっちゃ撮りやすいみたいなの言ってましたね。なんかあんまり暗くしない感じの照明に、そのライブ感がある、ま、あの暗い感じじゃないらしいんですよ。なんで結構あの明るめらしい。メモリーカード大変。あのカメラをさ、あのカメラとかあんま分かんないからさ、私ね、どんな感じなのかちょっと分かんないんですけど、SD カード足りるかどうかちょっと分かんないんですけど、そう。ぜひよろしくお願いします。ありがとうね。たちゅうさんありがとう。お、ひとみのメモリーに焼き付けてくれる皆さん嬉しいですよ。ありがとう、ありがとう。撮ってくださる方はあの乗せてくれたら嬉しい。瞬きできんわ、連写するんだったら。だってこんな私もアルバムの中に入るということですね。広島シックにならないか？あ、でもなんか、あんまそういうのがないんですよ、もともと。けど、実家のワンちゃんに会いたくてしょうがない気持ちにはなってますね。ひー。実家のワンちゃん、見に来ないかな。会いたい。会いたいよー。
会の女全然なってないよ。いや今日タクシーの運転手さんにさ、なんか広島は路面電車ってものがあるんですよねって言われて、でなんかあれはなんか乗るんですかみたいな言われて、乗りますよ。路面電車ってやっぱ珍しいものなのかな。なんか乗るわ、なんか路面電車があるんですよねみたいな言われたんですよ。東京にもあるやん。知らん、私東京そんなどこにあるとか知らん。珍しいよ。そうなの、東京少ない。あ、少ないの、分からん。でも広島は結構、広島駅から市内にいっぱいこう路面電車があるからかな。なんかバス感覚で乗るんですかって言われた。うん、まあ確かにそうかも。ありがとう。バスと路面電車どっち使うか、分からん。どっちやろ、その日によるかもしれん。割合的にどうなる、バスが多いんかな、若干。バス乗ると降りるボタン押したくなる。なんかさ、最近よくやるのがさ、ぼーっとしててさ、バスでさ、降りるべきところでさ、ピンポン押さずにさ、誰も押してもなくて、で着いてから、あ、降りるはずだったのにって一駅先で降りることがよくある。なんか、あ、降ります降りますとかいうのがもうできなくって、なんか恥ずかしくて、あ、すいません降ります降りますができなくって、あ、もういいや次で降りようと思って、なんかぼーっとしてて、通り過ぎることある。あのピンポン押さずに、ぼーっとしてます。もう最近ダメよ。わ、いっぱいジュースありがとう。さっきもね、ぼーっとしてたの。なんか、ぼーっとしててコンビニ行ったんだけどね。あの、ホテル帰る前に。コンビニ行って、で、買って、なんか、飲み物とか。で、そしたら、ありがとうございましたって言われて、そしたらごちそうさまでしたって言ってしまって、めっちゃ恥ずかしくて、ぼーっとしすぎてさ、ごちそうさまでしたって。めっちゃさ、ご飯食べたって言ったあったやったけんさ、ごちそうさまでしたって言って、帰ってきました。もう何もなんかあの堂々と帰ってきた。何も食べてないのにコンビニで。なるほど、バグってる、バグってます。本当に
毎日なんかある？そうだよ。いろいろ起こるよ。ありがとう。明日も稽古？そうですよ。明日も稽古です。エピソードいっぱいあるね。でもなんかさなんかさ、確かになんか生きてていろんなこと起こるかも。いろんなことが起こります。結構そう、なんかさ今日めっちゃ噛んだの。本当にありえないぐらい噛んで、もう噛みまくって困りました。本当にもう噛みです。いや、そう、矯正の器具つけたけんかもしれない。マウスピースもつけとる。ゴムかけもしとる。見えんね。なんかゴムかけてるんですよ、ここ。この上下で。見えた？見えた？こっちにもある。ニカ。あんま口の中見せるの良くないよね。なんかさ、千穂ちゃんにさ、ゴムかけってのがあって、ゴムかけてるんですよって、え、見せてってなって見せたら、え、かわいい、猫みたいでかわいいねって言われてお気に入りになった。にゃほー、猫みたいでかわいらしい、こう牙みたいらしくて ありがとう。ゴムかけってどんなの？なんかカッてカッてカッってやるの。わかった？ありがとう。うん、自分でつけるの。こうカッてやって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 。全然わからんって言われた。アタッチメント。なんかね、歯がね。そう、なんか、デコボコなんです、今。表面が。ちょっと痛い。なんかさ、あのさ、このさ、マウスピースをさ、一回ね、こうはめたらね、なかなか取れないのよ。本当に、もう爪が折れるんじゃないかってぐらい、もう、ふーってやらないと取れなくて、私ね、鏡の前で奮闘してたんですよ、今日ご飯食べたいから。ご飯食べるときは外すんですよ。で、外すんですけど、こう、そう、ご飯食べるときだけ取っていいんですよ。だからこうやってクーってすごいね、もうね、ほんと5分ぐらいね、頑張ってね、奮闘してしないと取れなくて、そしたら鏡の前で踏ん張ってたら、あのナッピさんが来て、で、
なんかそんな手口にさ手突っ込んでクーッとかやってたらさ恥ずかしいじゃないですか。何やってんだこの人って思われるじゃないですか。だからあナッピさん来たと思ってこうやって鏡の前で一人でずっとニコニコしながらうーんお疲れ様でーすお疲れ様でーすって。でもさ何もやることないからさこの人何やってんだろうなって多分思うじゃないですか。で私は特にあのこのマウスピースが取りたいだけだからってずっとしといてそう超変な人だったと思う。マウスピース取りますればよくない？でもさ別にさ教えてもらわなくてもいい情報じゃないですか。急にさあのマウスピース取りますねって言ったらさびっくりするじゃないですか。え？どうぞご勝手にじゃないですか。でもさなんかこの手突っ込んでて、え、何やってんのみたいな、その下りが恥ずかしいから、もうもはや隠しておこう。っていうわけでございます。優しい人。そうだよ。優しいよ。ありがとう。でもね、連絡先交換したんです。嬉しい。嬉しくって、遅くなったんですけど、連絡先交換したんですよ。はい、ありがとう。いや、なんか、そう。アイドルズの LINE グループを作って4人のそうで、ナッピさんの目の前でナッピさんの前に立ってナッピさんって携帯をこう見せて追加しますよって言って目の前で追加してありがとう。なんかねナッピさんの中で多分私はね変な人っていう多分印象なんですよ。でそのなんか話をしてた時も変な人みたいな感じだったから私多分ナッピさんにすごい変な人みたいな感じで認識されてて一個も変じゃないのに。まあこれからねイメージをどんどんとアップさせていきましょう。声が似てた。ナッピさんの声かわいいよね。かわいい声。
え、北海道生まれだよ。北海道寒いって言ってた。いや、北海道にさ、住んでる人はさ、暑く感じるのかな？やっぱ夏とか。福岡で会ってないよ。北海道は寒いらしい。北海道も暑い。場所による。そうだ、北海道はでっかい道なんですよ。めっちゃでっかいよね。本当にでっかい道。確かに博多から北海道ってなかなか帰るの難しそう。飛行機か。九州たす四国より大きいからね。え、嘘だ。それは本当か。嘘だ。だって今九州と四国足したけど、本当なの？脳内で足してみた。え？四国、え、九州結構大きくない？本当、ありがとう。北海道広い。北海道は確かに広いけど、足したらこっちが強そうじゃん、面積は。え、そうなの？もっと大きいの？四国の4倍です。本当か？そうなの。端から端まで遠すぎる。なんかさ、北海道内にも飛行機がいるね。いりそう。あるよ。あ、あるの？そうなん。知らんのんやけど。北海道歴2回。え、3回 ?2 回。どっちも仕事かな。そうだね、ツアーで行ったんだよ。そう、ツアーで行きました。北海道さ、寒すぎてさ、寒くないんだよ。わかる、この感覚。誰かわかる？寒すぎて逆に寒くなくなるみたいな。もうなんか寒いの越した寒さみたいな。なんか分からんけど、もうなんか、わー寒いが通り越して、なんか、なんて言ったらいいんかな、痛い。え、めっちゃ分かる。痛いの分かる。
雪で遊んだ、遊んだ、痛かった、痛いって思いながら、あとめっちゃねツルツルする、もうマジで歩けん、本当にこける。多分北海道の人はみんな体幹強い、もう体の奥の芯がしっかりしてる、絶対にちょっとやそっとでこけん。靴が違う、なんかすごいマジレスされたんだけどそうなの、あ、靴が違うんだ、そうか。私の考察が一個も当たってない。なんかね、そうだ、今日お父さんから LINE が来たの。お父さんから LINE が来て、なんかお父さんよくね、まあ現場見に来てくれたりするんだけど、なんかアイドルズもずっと行きたいって言ってて、アイドルズも行きたいけど仕事で行けるかわからんって言っとって、でそしたら今日長文が送られてきてね、なんか俺はなんかアイドルズに行けそうになくてみたいな LINE が送られてきたんですよ。で、いや真面目だったのすごい、で残念だみたいな感じで、なんかもうね語尾が全部まるまるんだみたいな感じなんですよ、残念だみたいな感じで来て、でなんかあのウィンクさんが好きらしいんですけど、そうの曲が見たかったみたいな、舞が歌うウィンクさんの曲が聞きたかったみたいな感じで、ほんとめっちゃ感想文みたいな聞きたかった、大変だろうけど楽しむことを忘れず頑張れで、そうまた別のところに行く来ました。結構長文できた、ありがとう。そうなんかお父さんはね、そうなんかすごい好きらしくて、うちのお父さんが、ちょっと待って、知事って言わないで、うちのお父さん知事じゃないですよ、あのなんか愛媛県知事さんは確かに中村さんですけど、私のお父さんじゃないんですよ、違います、あの名字が一緒だからって一緒とは限らない、違います、はい、全然違います。親族でもない。でも中村さんって結構いるんじゃない？ね。中村さん。中村さんっていう名字の人多いんじゃないかな。この世に。いるよね。周り絶対中村さんいるよね。全国的に多い。え、5位なの？中村さん？多い、中村さん。中村さん。あ、みんななんか会社とかにもいるらしい、中村さん。中村さん。え、いたよ。私も、あの、友達に中村さんいたよ。え、だからいっぱいいるかも。
みんなどこかでなんか本当にもうめちゃくちゃ昔のご先祖様がつながってるかもしれない。ダジャレないよ。うちのお父さん最近ダジャレ言わないかも。言ってるかな。あんま言ってないかも。私が晒すから？でもお父さんは多分晒されるのは大好きだよ。多分ね。うん。言ってほしそうだもん。ミュージカルとか多い。ありがとう。でも家族とよく LINE とかするんですよね。本当にみんなとする。 LINE 持ってる、 LINE のアカウント持ってる家族。おじいちゃんとかはねさすがにないんだよね。おじいちゃんとか LINE してないからしないけど、ありがとう。おじいちゃんね、おじいちゃんはなんかお母さんからおじいちゃんの動画が送られてくる。なんかおじいちゃんと犬が戯れる動画とか、なんかおじいちゃんがご飯食べてる動画とかが送られてくる。おじいちゃんと犬めっちゃ仲いいんよ。もうほんとほっこりよ。癒し動画来たって思いながら見とるもん。最近の。そう。平和です。そう、ももちゃんもココちゃんも、おじいちゃん、お父さんのおじいちゃん、お父さんのおじいちゃんじゃない、お父さんのお父さん、うん、お母さんのお父さん、うん、そうそう、お母さんのお父さんだよん。今日もなんかね動画が送られてきたの。なんかそう結構終わって LINE 見たらめっちゃ動画来てて、何の動画だろうって見たら、なんか梅干しを食べてるおじいちゃんの動画がお母さんから送られてきて、で見たら、なんだこれは、梅干しか、本当に梅干しか、梅干しじゃないみたいな梅干しだなーっておじいちゃんが梅干しを食べながら話してる動画が送られてきて、もう訳がわからんと思いながら、なんか本当になんか謎動画が送られてくる。なんか大量の梅干しを食べながら、見たい、いや本当見せたいぐらい、いや面白いよ、面白すぎて訳が分からんくて面白くて、
癒されるように。でも最近頑張れってよく言われる。あとちょっと頑張れ、あとちょっと頑張れって。いろんな人に、そう、エール、そうよ、みんな応援してくれて、そうよ、本当にマジで。このコメント欄もね、めっちゃ応援してくれとるみんな。本当にさ、メールをさ全然送ってなくて申し訳なすぎるけど、優しい、みんなが。ありがとう。ツアー、いや、そうよ。なんかね、レッスン出れんくってさ、今日とかもさ、多分レッスンしとったっぽいんやけど、レッスン出れんくってさ、そしたらさ、パセリがさ、全部さ、変更点とかもう全部メモして LINE してくれて、個人的に。なんか、めっちゃありがたかったです。もう本当に、なんか、画像とか付きで、ここがこう変わってますとかって、めっちゃ、ブワーって全部メモしてくれて、そう、長文できて、すごいと思って、めっちゃ、ありがたいと思って。うん。優しい。ほんと、アイス買ってあげよう。アイス好きだよね。そうだよね。今度エスキーさんの曲披露するんだよね。そうだよーん。なんだと思いますか？なんでしょう？なんでしょう？答えは言えないですけど、なんでしょう？です。ありがとう。おー、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 おお、みんながすごい披露して曲欲しい曲がすごいわかる。あ、答えは数日後。そうですよ。え、2日後。ええ、何日後。23、24、今日が21だからもう終わるけど。頑張る。季節柄、ああ、夏曲みたいな。どうだろうね。多分夏曲。いや、わからん。みんなのことを錯乱させて終わろう。夏曲、いや、12月のカンガルーやるかもよ。早めのね、早めのカンガルーやるかもしれんよ。冬曲やるかもよ。あえてのね。あ、展望、混乱した、混乱したところで終わりましょう。58分、ありがとう。
と壇上を読む。りょんきゅうさん、ふっちゃんさん、にゃかむら大好きマンさん、まささん、みっきーさん、ぼんちゃんさん、マンモスビアーさん、東京のスワンさん、シーサーさん、きなぺこさん、おさんずさむさん、くまねパパさん、N2F さん、ありがとうございます。おや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 、おやすみ。みんなもゆっくり寝てね。結婚してありがとう。お風呂に入るぞ。今日あと頑張ること、お風呂。おやすみ。またね。え、もう終わる？もう終わっちゃう？またね。またね。おやすみー。